新しい手品を覚えたいんだけど、どんなのがいいかな。そうですね、私は居合斬りを見てみたいです。この前見た時代劇で目にも止まらぬ速さでわら束を切る姿に感動しました。達人じゃないんだから、そんなの無理だよ。それなら水遁の術はいかがですか。あやさんが池の中に忍んでいたら皆さんもきっと驚くと思います。それは驚くかもしれないけど、もはや手品でもアイドルでもないよ。